スのワールドカップは、自分たちの位置づけとしては、戦いたいと考えていて、具体的には、最低でメダルレース、よくて、3位以内を目指しています。去年、僕たちのチームは、プリンセスソフィア杯で優勝することができて、それで、閉会式の表彰式の時も、とても立派なところで表彰してもらって、とても思い出に残る大会でした。今、選考に向けて考えているのは、今年いっぱいまでは他の日本人選手と一緒に、合宿とか練習をしながら、日本でのレベルを上げていって、来年から、少し海外のちょっと日本人とは別々の練習を行って、自分たち頭一つ抜けた、状態でその最終選考に挑みたいと考えています。正直あまり、オリンピックみたいに絶対結果を出さなきゃいけないっていう、状態じゃなくて、トライアンドエラーっていうんですかね、それを、自分の、技術力をアップするための、大会としての位置づけとして考えています。2020年のオリンピックは僕たちの日本で開催されるっていうことなんですけど、それで僕たちは枠を取らなくてもいいんですけど、他の海外の選手たちは予選を勝って、日本に来るような形になるんですけど、その中で僕たちはその、強い選手たちと戦って自分たちの力を上げていければと思います。